テゲテゲーミングのお時間です。鹿児島市の、ユナイテッドカフェユナハにお邪魔しています。今日一緒にゲームをしてくれるのはまずこの方。はい、池上里穂です。よろしくお願いします。お願いします。さあ、そしてですね、今日ちょっと対決するんですけど、対決する方がこの方です。皆さんどうも、鹿児島ユナイテッド FC 応援リーダーの田上隆です。よろしくお願いします。お願いします。今回のテゲテゲーミングは、ヒバレ、ユナイテッド、桃鉄対決。 J リーグとコラボした桃鉄で対決。果たして勝利を収めるのはどっち？1年前、Google の検索グラフを見て、キーワードを当てるという Google トレンドクイズに挑戦してもらった田上さん。お久しぶりですね。だいぶ呼ばれないなと思いながら、前回のね、あの放送が全然ダメだったのかなと思いながら反省をしながら参りました。そんなことないですけど、どうでした前回は？反応ありました？前回は反響が いろんな意味だって。お前知識知らなすぎだろっていう声が田上さんからいただきまして、今回だからちょっと気合を入れてまいりました。あ、そうなんですね。田上さん、何やら告知があるそうなんですけれども。そう、告知したくてしたくても、いいですか今言う？告知があるんですけど、今日はですね、そのゲームに勝ったら告知していいという。あ、なるほど。そうです、そうです。前回と同じような。そうです。だからもうただではできませんから。今回ですね、対決するゲームが桃鉄です。いや、素晴らしい。もうされたことあります？いやいや、桃鉄しかしてないぐらいの、はい、感じなんで。いや、いいんですか逆に？いや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 、桃鉄やらせていただいて。いや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 、ほとんど運みたいなもんですからね、桃鉄ってね。いや違う、分かってないですね本当に。桃鉄運じゃないんですよ。桃鉄で勝負したいと思います、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。1988年、ファミコン用ソフトとして第1作が販売された桃太郎電鉄シリーズの最新作、桃太郎電鉄昭和、平成、令和の定番。サイコロを振って目的地を目指す定番のボードゲーム。あのですね、はあ、J リーグと今あの桃鉄がコラボしてまして、なんとこの桃鉄で飛車を選べるんですよ。セレクトできるというね、そういう形でね、はい、あ、すごい。ユナイテッドもあるんですよ。すごい。それぞれこちらの車両を選びました。今回は赤マスに止まったら、そこから貧乏神の口真似をしてもらいます。青マスに止まるか、目的地に一番乗りで解除。そして最下位の人はユナハンのお片付けを手伝ってもらいます。それでは J リーグとコラボした桃鉄3年対決スタート。4月、お、さあどこに行く？カップなんで九州あたり来てほしいですね。ねえ、すごい。チーム名でシャッフルされるんだ。お、山形。すごい、エンブレム言われるんだ。そう、モテデ山形、最近エンブレムが変わったんですよね。あ、そうなんですね。二重マスだから。とりあえずじゃあ振りますね、最初の。あ、おー、ね、そうですね、はい、すぐ買い占めるからな、ゆとくさん。えい、3、買っとかないと。そうそう、1000万あるんだから。あ、嘘、早くないですか、カード使うの。いや、もう出だしが大事ですから。はい、マジ。これで2とかだったら面白い。よし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 、おー、ありがとうございます。それでまた急行カードを引けば、あら、テレポート、おー、いいんじゃないですかこれ、テレポートカード。何マスなのね。この後は持ってる男、こういうの持ってますからなのね。よしよしよし、これ順調ですよ。あら、これは、これは、これはなのね。僕はゴールに突き進むタイプなんで。うわ、すごいよ。よし、
ここからは貧乏神の口真似。なんだこのフィット感。自分のものだったかのような。どうですか、似合いますか、なのねんっていう感じで。あ、まあ余裕ですね。その後物件を買い漁る英徳社長。いや買い占めるなのねん。スリに合う池の上社長。人事さんいらっしゃいました。そんな2人を横目に田之上社長、残り3マス。こういうの持ってますからなのねん。よっ、よっ、ほらゴールなのね。一番乗りは田之上社長。本当に持ってる、すごいわ、やばい。いやこういうことなのね、本当に。でもちょっとダサいなのね。モンテディ山形のね、フラッグとお迎えがすごい、すごい大歓迎だ。わ、いいな、いいな。おー、豪華8,080円、ありがとうございます。やば、私じゃない、私じゃない。あー、ちょっと、リホ社長。次の目的地はアスルクラロ沼津。おー、はい、どういうチームですか。そうです、砂森選手、うちでも大西選手、はい、所属してたチームですから。あ、そうなんだ、はい。ニュース。お、楽しそう。J リーグ県から。J ボール。あれ。次の目的地に J ボールを持ってゴールすると援助金が4倍に。カエルだけ買いましょう。あ、すごい。はい。サクランボラフランス。お金の使い方が下手なのね。いやだから家計でも嫁に全部任してるんですね。はい。目的地に一番乗りして。大逆転を狙うべくぶっ飛びカードを使う英徳社長と池の上社長。よーし、二人ともさらに目的地から離れた。でももう鹿児島ユナイテッド FC。 素晴らしい、まずいまずい、私サイコロ3つ。特急カードを使って残り10マスにした田之上社長。よしよしよし。英徳社長もサイコロを2つにしたが、まさかの2。12月になったところで貧乏神に異変が。さあボンビー、おい、キングカズになる可能性もありますかね。キングカズにはならない。あ、ならないか、すいません。ビッグボンビーに変身。え、なにこれ。ちょっとそれはもっとマイナスに。あ、なるほど、ちっちゃいやつにしないといけない。1、でかい、一番でかいの数かけた。15。いってらっしゃい。じゃあ2マス出させていただきます。お願いします。よっ、またも田之上社長がゴール。この人本当に持ってる。23億。次の目的地は栃木 SC。 ビッグボンビーは英徳社長に着いた。冬だからね。冬だからちっちゃいよ。いやいやいや。お？あらららららら。私行くの夢見たいって言ってない。プラスか、面白くないな。確かにそうなのね。奥の方がボンビーに見えてきました。確かに。ビッグボンビーから貧乏神に戻り、何も起きなかった。英徳さん優しいんですか？この後はすごい。さんには優しいですからね、ボンビーも。はい。こっからよ。さあ、どうなるんだ？おや？おや？おや？ちょっと待って、ちょっと待って。来た。どっち？どうなる？あれ？耳耳耳。あ！なんでどっち？もう。キングボンビーに変身。すごい。来月前に。来月？なんで今月しないんですか？なんで今月しないの？来月がやってきた。プレゼント。優しいんじゃないのこれ。え？え、なんで？なんで？新幹線ゴールめちゃくちゃいいカード。え、どういうことどういうこと？嬉しい。何枚欲しい？あ、ちょっと待って。なるほど、なるほど。新幹線カード高いですからね。本当？はい。すごい数を。すごい数。うわー。12枚。10キングボンビー。それで売りましょう。序盤に買い漁った物件がゼロになった英徳社長。やばい、私お掃除だ。皆
申し訳ないですね、なんかありがとうございます。いや本当だ、ね、そして決算がやってまいりました。いや楽しみだな。全く楽しみじゃないのね。全く楽しみじゃない。総資産、圧倒的な総資産で現在トップは田之上社長。ただいくらなのかも計算もしたくないのね。ねえ、2年目スタート、目的地は変わらず栃木 SC。 あ、そっか、使い放題じゃ放題ですよ。わっ、おーすごいすごい、あれ、あー、おお、一マス足りずに英国社長ゴールならず。落ちるところまで落ちてやろうかな。希望、希望を持ってこれ3出せばつけるってことですね。そうです、そうです。出しちゃっていいですか。いいですよ、出しちゃっていいですかね。寝るもの3出します。出すからな、本当に。やったー、ちょっと待って、おかしいおかしい。3連続ゴールの田之上社長、総資産67億。67億円。あー、行きます。次の目的地はそろそろ九州行きたい。ねー、行きたいだろ。よっ、福岡。いいじゃないですか。これはどういうチームですか。これは鹿児島ユナイテッド FC が、J2 リーグにいるとき最終戦にやった相手で、アビスパに引き分け以上で J2 残留が決まってたんですけど、最後敗れてしまって J3 に落とされた相手です。そして天皇杯一度も勝ったことのない相手です。あ、そうなんですね、はい、因縁の相手。ここを超えていかないとユナイテッドは J2 いけないということですね。はい。キングボンビーに取り憑かれた池の上社長にさらなる悲劇が。どういうこと、ボンビラス。何した、パーティー。うわー、何これ何これ、リトルデビル。デビルさん、デビルさん。何これ、何これ、すごい。あー、リトルデビルがまず取っていく。あー、20億。そして、ほいで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 。とんでもない負債を抱えた池の上、巻き返せるか。なんか申し訳なくなってきたな。今週はここまで。次回のテゲテゲーミングはヒバレユナイテッド桃鉄対決2。いよいよ最終決着。果たして勝利を収めるのはどっち。すげえこの空気。お楽しみに。